今日も県内では各地で気温が上がり、静岡市では今年の真夏日の日数が73日となって過去最多を更新しました。この季節外れの暑さの影響で、県内では夏の間だけ行われるサービスを延長する施設も。今日も県内は午前中から日差しが照りつけ、季節外れの暑さとなりました。県内の最高気温は浜松市中区で 34.3 度、静岡市駿河区で 32.8 度などで、今年静岡市で真夏日を記録した日は73日となり、1940年の統計開始以来過去最多を更新しました。これまで真夏日の日数が最も多かったのは2018年と2022年に記録した70日でした。9月中旬になっても続く異例の暑さに、静岡市内の店ではめっちゃうまい、かき氷を食べる人の姿が。今日また暑くなりましたよね。ちょっと食べたくなりますね。でも今日本当にかき氷日和でちょうど良かったなっていう。この店では9月に入っても客足が途絶えず、前の年に比べおよそ3割売上が伸びているといいます。気候変動で暑い日が伸びてきているというのは実感しております。でそれに伴ってやっぱり客数も増えているんじゃないかなという感じで考えております。まあ、大変ですけど、やっぱり少しでも多くのお客様にこの美味しいかき氷を食べてもらえるというところが嬉しく思います。この暑さの影響で、通常は夏の間だけ行っているサービスを延長した施設も。下田市内のホテルで宿泊客から人気の屋外温泉プール。例年プールの使用は8月下旬で終了するといいますが、今年はこの暑さの影響で使用期間を延長。その裏には宿泊客からの要望があったといいます。お客様からやはり、暑いしもう少し、伸ばしてもらえないかっていう声もありましたし、コロナ明けでですね、家族連れのお客様が非常に多く来ていただけるようになりましたので、やはり子どもさんが喜ぶので、それを見てるとやっぱり従業員ももう少し伸ばしてみようかなっていうことで、ちょっと今年はですね、9月まで伸ばさせていただいております。一方、涼しいサービスの延長は飲食店でも。静岡市内のラーメン店で提供が延長されているのが。すいません、お待たせしました、冷やしの醤油大盛りです。ごゆっくりどうぞ。夏の定番、冷やしラーメンです。例年9月初めまでの期間限定メニューですが、今年は暑さの影響で注文が多く、今月末まで提供の延長を決定。9月中旬になっても量を求めて、多い時には1日30杯ほどの注文が入るといいます。多少8月よりかは少なくなってきましたけど、やっぱお客様の評判もよく注文も多く入っているので、やっぱ冷やし担々麺が一番人気でして、肉味噌とラー油を使っているんですけど、こちらがやっぱ発汗性があるもので、この夏にやっぱその発汗性を求めて、あえて冷やしラーメンの辛いラーメンを食べるお客様が多く喜んでいますね。県内は来週も30度を超える日が続く予想で、まだまだ冷たいメニューが楽しめそうです。